今回は棋聖戦挑戦者決定戦の第2局見ていきたいと思います。黒番が芝野名人で白番が山下九段ですね。で、この対局がですね、今年一番の名局と言っても過言ではないくらい内容が濃かったので、前回のね動画で90手目までしか解説できなかったので、その続きからやっていきたいと思います。で、現局面としては白が右辺に入ってきた局面ですね。で、この右辺がどの程度黒地まとまるかっていうのが勝負どころですね。で、こちらに打って、で、こちらに打ちまして、これで一応黒はこの白石は取れてますね。なので、ここの黒石は強い石ですね。つないできたら出て、こちらから当てて、こちらから当てて、当てて、当て、こちらに押さえて、白があと2手しかないので、取れてますね。切ってきても、こちらに打ちまして、白がもうあと2手なので、逃げたら、当て打って、取れてますよね。なので、これは取れてますね。で、こちらに打ちまして、白としてはこの逃げ出しをちょっと狙ってはいるんですね。で、ここでこちらに打ちましたね。これが緩みのない最強の一手でしたね。これ意味としては、つなぎと変わってから、白を重くしてから受けようという、そういう意味ですね。ここでは手堅く打つなら単に、この逃げ出し狙われてますんで、単に受ける手もありましたね。単に受ける手もあるんですが、ちょっと緩んでいるという、そういう判断ですね。単に受けるとなんか、ちょっと白にゆとりを、余裕を与えてしまうので、こういうふうに抑えられてね。なので先に受ける前の利かしということですね。で、こちらに、これすごい手打ちましたね。ここでまた、これ白の勝負手なんですよね。ちょっとすぐにうまくいかないという判断と。この瞬間ね、ちょっと仕掛けたいということですね。白としてはこの瞬間ちょっと逃げ出しの具合もあればいいんですが、すぐにはうまくいかないという判断ですね。先ほどよりは白石が来てますので味が悪くなってるんですが、先ほどと同じようにこちらから打ちまして、こうやって下がって、先ほどよりは白の手数も伸びまして味は悪くなってるんですが、とりあえずこれですぐにはうまくいかないという判断ですね。なので、まず隅に仕掛けてきましたね。で、こちらも、ここもね、コウの形をね、残してね、やっぱ紛れを求めてますよね。局面を難しくしてますよね。で、白としては狙いをですね、とりあえずここは保留して、この黒石に狙いを定めましたね。白として逆転する可能性としては、この黒石2子を取り込むことができれば逆転の可能性がありますので、それを狙ってますね。で、ここで、黒としてはね、この黒石2子だけは取られないようにしないといけないですね。で、ここで付けた手が緩みのない一手でしたね。これはもう、やっぱ黒石強い場所での戦いなので、全く緩みのない最強手で、もう白石、この全部の白石狙ってますよね。で、こうやって、ここをね、おとりにしてね、この黒石は別に取られてもいいですからね。いきましたね。で、白は逃げ出しはちょっと無理と見て、こちらに打ちましたね。で、一回打ちまして、つけて。白としては、ここの狙いよりも本命としては、やはり、ここの黒石が本命なんですね。狙ってるのが。で、こうやって。ここのね、当たりがね、大事な一手でね、これがめちゃめちゃいい手ですね。これが後に働いてくるんですね。この、ここの白石の目も奪ってますし、めちゃめちゃ大事な一手でしたね。で、こうやっ
で、まあ、下辺ちょっと味悪いとこなんですけどね。こう、出から、当てを用意してましたね。これで耐えてますね。まあ、これで耐えてますね。これ、まあ、どうして耐えてるかっていうとですね。ここのね、黒がちょっと前に言った当てが大事な一手で耐えてまして、まあ、こういう形になった時に、まあ、白から差し込まれた時ですよね。差し込まれた時に、ここに継げるんですね。ここに継ぐことができまして、で、白がダメ詰まってるので、ここに入ることができないんですよね。ここに入ることができると黒がまずいんですが、これダメが詰まって、当たり言ってるのでね。当たり言ってるのでダメが詰まってまして、白入れないんですね。入れないので、まあ、こういう手を打たれても、まあ、当たりになって、まあ、結局、ここの石取れますからね。だから下辺は耐えてるんですね。これ深い読みに裏付けられた一手でしたね。で、こちらに打ちまして。だここら辺が、芝野九段が今形勢、局面としては優勢なんですけど、優勢になっても妥協してないですよね。全く緩みのない再挑戦の連続なんですね。だここら辺がやっぱり芝の名人ですね。芝の名人の好調さが分かりますよね。調子がいいですよね。で、まあ、こう、右上の子が今、争ってるという局面ですね。で、こちらに打ちまして、これでですね、状況としては、ここの状況としては、今ちょっとここの黒石心配に見えるんですが、この黒石はやっぱり種石取れてて大丈夫なんですね。まあ状況としては、まあ種石、ここの白石が取れてるっていうことなんですが、こう繋いでも、当たり打って、繋いでも跳ねて、やはり白石があと2手しかないので、まあこれ以上逃げることできませんので、これ取れてるんですね。取れてるということは、この黒石つながってますから大丈夫なんですね。まあだからここの黒石は大丈夫。まあここにコスミツケが来ても、この黒石は白石取れてて大丈夫なので、まあ黒としてはやはりここの黒石ですね。一番心配しないといけないのは、ここの黒石さえ取られなければ大丈夫という局面ですね。で、このコスミツケ、これは効いてませんので、こう解消しましたね。こちらに打って。まあ、これもね、これどういう意味かというと、これ油断してると危ないですよね。ここに石が来ると、やはりこの、先ほどのこれ逃げ出しがね、ありますから。これ先ほど逃げる手が成立してますんで、これはちょっとここのね、逃げ出しはちょっと気をつけないといけないですね。なので、まあ、ここに打ちましてね、まあ、ここの黒石とちょっと連絡する手を見ながら、ちょっとここの白石も狙ってるんですね。で、白ついて。で、まあ、最後はここの黒のしのぎ具合になったんですが、しのぎになったんですが、継がれた時に、この手を用意してましたね。この手が、いい手でしたね。で、この時に、継がずに下からね、こういうふうに打って、押さえて、これで、黒が無条件で生きてますね。跳ねに押さえて、スペース2つありますんで、これ無条件で生きてますね。無条件で生きることができれば、まあ、ここではっきりわかりやすい局面、黒小生と言っていい局面になったかなと思いますね。で、こちらに打ちまして、こう打って、
つないで、こうやね、まあ、白も行きましたね。で、ヨセに入りましたね。で、黒がね、左辺の大きいヨセに回れましたね。で、こうやって。で、ここの逃げ出しを打ってきましたね。で、こうやって。この手で黒が先手で繋がってるんですよね。これ白が手を抜くと、こちらに放り込む手がありまして、ここが先手で効いてるんですね。白が受けないといけないんですね。で、この逃げ出しを打ちまして、跳ね継ぎを打って、で、ここに継いだところで白が投了して、黒の中押し勝ちとなりました。まあ、山下九段がですね、怒涛の勝負手の連続で、もう一手一手難しい局面が続いたんですが、その山下九段の勝負手に対して芝野名人がですね、一切妥協せずに最強手で返しまして、勝ち切ったという名局だったかなと思います。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。